あとは寝室ですね、寝室。寝室っていうのは皆さんの寝室を思い浮かべてみてほしいんですけども、皆さん睡眠って時間と勘違いしてる。何時間以上寝ないと自分は元気にならないとか、もう多分自分で決めてると思う。多分自分はもう絶対7時間寝なきゃダメとか8時間寝なきゃダメとかいうのはあると思いますけども、睡眠は時間じゃないんですよ。睡眠はその寝室の空気の透明度なんですよ。だからこの空気の透明度をいかにきれいにできるかが勝負なんです。だから皆さんの家に空気清浄機あると思いますけども、空気清浄機は絶対的に寝室です。寝室に置いといて24時間つけっぱなしですよ。そんなことしたら電気代もったいなくないですかって。電気代取るかもったいないを取るか運気を取るかどっちかですよ。だから僕の家は寝室24時間空気清浄機をつけっぱなしです。でもホコリがないから後ろのフィルターは全く汚れないですね。で皆さん今日多分朝起きた時しんどい人絶対いると思う。でこのしんどい人はね、部屋の空気が汚いんですよ。もう掃除してないし、ホコリだらけだし、ベッドだし、ベッドの下7メートル以上溜まってるし、ホコリが。皆さんが寝返りを打つためにもうホコリが舞い上がってくるわけですよ。人間の体というのは空気のきれいなところで寝ると深い深呼吸をし、空気が汚いところで寝ると浅い深呼吸しかできないんですよ。だから睡眠は深い呼吸ができるかどうかなんですよ。だからその深い呼吸をできるかどうかというのはその空気の透明度にかかってる。だからこの空気のきれいなところで寝なければならない。でこういう壁とか天井って目には見えないけどホコリだらけって知ってますか。真っ白い雑巾で拭いてみてください。真っ黒になりますよ。だからそれぐらいホコリがついてるってことです。だから家帰った時に寝室やってみてください。そういう状態で綺麗な状態の中で寝てみると朝の目覚めが全く違います。僕の睡眠時間は4時間半って決まってるんですよ。めっちゃ短いと思いません？短いでしょ4時間半。でも空気の透明度が綺麗なところに寝ると4時間半で十分ですよ。もう6時間とか僕も寝たことがないですね。何時間寝ますか？短いですね。空気の透明度悪いのにね。しんどいでしょ。ね。だから空気の透明度をきれいにして空気清浄機をつけっぱなしにすると朝の目覚めが全く違いますから、ぜひやってみてください。で、寝室はもうね、何回も言いますけど、ベッドの人はね、まあ無理とは言いませんけれども、可能であれば布団にしてみて床面積を広げてみてはどうでしょうか。まあ全く変わります。本当に変わります。で、あとは、あと言うとすると、ね、トイレって造幣局ですから、お金に困ったらトイレ掃除です。トイレは造幣局と直結してますから。造幣局だよ、トイレ。まあ、トイレ掃除は臨時収入って言われてますけども、まあ、トイレ掃除研究家の僕としてはね、まあ、別に造幣局とは感じないですけども、お金が欲しいと思ってればね、お金もらえますので、まあ、機運が良くなりますよ、いろんな意味で。あとは台所ですかね。台所、家の中で一番ゴミが溢れてるのは台所です。45リットルのビニール袋絶対10袋以上あります。台所は、台所というのはもう男性がほぼほぼ立ちませんので、もう女性が集めてきたゴミの巣窟状になってます。ごめんなさい、口が悪くて。でもそう思いませんか。皆さん台所に何があるとか分かってないでしょ。下の引き出し開けて、上の引き出し開けて、入ってるもの全部床に並べてみてください。多分ゾッとしますよ。多分皆さん何が入ってるかさえ分かってないと思う。で、まあこういう話を僕散々散々いろんなところでしてますけども、じゃあ見せてくださいとかね、そのビフォーアフターの、僕のね、ビフォーアフターの写真とかも大量にあるんですよ。僕は昔、4年ぐらい前かな、もう本当1年間もう全車輪の話しかしてなく、してこなくて、もう全車輪道場とかいろんな、全車輪の塾とかいろんなのやってて、だから生徒さんの写真がね、まあいっぱいありますけども、まあちょっと今日は紹介も短いにできないんですけども、ちょっと僕が、ずいぶん前に住んでた家、まあ、師匠に全部手放せよと言われた時に、ちょっと台所の写真を見せますけども、もう言われましたよ、師匠に。台所と玄関だけは絶対生活臭をさせるなって言われました。台所と玄関だけは生活臭をさせると運気が落ちるからなって言われて、師匠分かりました、じゃあもう僕全部手放しますと言って、やった台所がこんな感じなわけですよ。なんもないでしょ。こんなんで料理するんですかって言われますけども、料理します。で、台所というのは仕事運です。仕事運を上げたい人はもう徹底的に台所をきれいにしてください。で、こんな状態で本当に料理するんですかって言われますけども、やってみたら分かります。超楽ですよ。もう何が楽って掃除が楽。
で、皆さんの台所ってめっちゃ汚いでしょ。もう物は出てるし、もう掃除したことはないし、もうこのコンロのとことかもうほんと、もうゴミだらけ、カスだらけ、もういろんなものが飛び散って、でしょ。で、別に皆さんこうしましょうって言ってるわけじゃなく、まあ一つの、まあこんなのもあるよっていうね、一つの紹介なら絶対してくださいなんてこと僕言わないけども、これした人はもうほんとね、漏れなく仕事運が上がってますね。すごく面白いね。だから台所はほんと仕事運なんですよ。で、皆さんはこの引き出し、こういうところに入ってるもの全部出して下に置いてみてください。多分ゾッとしますよ。こんなに物があったんだって。それぐらい物が満ち溢れてる。だからこれを徹底的にきれいにすると、本当に仕事が回り出す。いろんなオファーは来るし、なんか物がうまくいくし、びっくりすると思いますよ。で、もう僕の塾生の事後報告とかもすごいですよ。いろんな、それぐらい本当に仕事を上げたかったら絶対的に台所で、あと冷蔵庫。冷蔵庫っていうのは財布と直結してます。だから冷蔵庫の中が汚い人は絶対金運もない。汚いでしょ、冷蔵庫ねえ。だからこの冷蔵庫の中も徹底的にきれいにするってことです。っていうか物を減らしましょう。賞味期限とか平気で置いてる人いるでしょ。もう賞味期限とか平気で入れてる人ってね、大体ね、病気がちになりますよ。あと冷蔵庫の上に結構電子レンジとかね、置きますけれども、電子レンジと冷蔵庫っていうのは相性がめちゃくちゃ悪いんですよ。火と水なのでね。だから冷蔵庫の上に電子レンジ置いてる人はもうすぐ撤去してください。っていうか皆さんに聞きたいんですけど、電子レンジもちろんありますよね。電子レンジってチンした瞬間に物の栄養価が一つも全部なくなるって知ってますか？知らないですか？だからコンビニの弁当はただお腹を満たすだけのものなんですよ。だから電子レンジ使わない方がいいですよ。まあ便利ですけどもね。僕はもう何年も前から電子レンジ使ってないですね。だって栄養価ゼロだから。だからお腹をただ満たすだけのものですよ。だから僕は電子レンジいらないんで、僕の家は電子レンジないですけどもね。だから本当に台所というのはもういろんなね、使わないものが満ち溢れてますけども、とにかく徹底的に手放しましょう。もうここも本当にもう物がたくさんありますね。なので、徹底的にね。あとはもう冷蔵庫に、まあ小さいお子さんがいらっしゃる方は仕方がない部分もあるんですけども、よく給食の献立とかベタ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 貼ってるでしょ。あれも良くないんでね。とにかく冷蔵庫は財布なんで、冷蔵庫が汚い人は機運がない。もうこれも鉄則なので、ベタベタいろんなの貼ったら外した方がいいと思います。